どうも、おたはです。今回のチャンネルはロピアで爆買いしちゃいました。めっちゃ広くていっぱい買ったのでぜひ見てください。それでは、はやきチャンネル始まります。どうぞ。さあ、本日やってきましたのはこちら、でん、生活、食生活ロピア。ママさんめちゃくちゃテンション上がってる。最高。なんか結構ね、お肉とか、あ、来ましたね来ましたね。超テンション上がってる、はい、ロピア。最高ですわ。なんかあのお惣菜が人気なんだよね。あとお肉、それぞれ人気なのがいっぱいある。あ、なるほど。魚も肉も、魚の肉もなんか日本版のコストコやつってたから、そうそうそう、ちょっと楽しみにしております、ね。なんだロピアってなんかいっぱいあるの、そんな。こちらなんかね、昔ゆうたからやっていうスーパーだった、うん、知ってんの。横浜に結構あったの、ゆうたからやっていう。なんかそう、横浜にいっぱいあった、いっぱい、うん、っていうスーパーが今はロピアにどんどん変わってて。あ、変わってんだ。じゃあちょっと中見てきましょうか。探検だ、探検。お菓子か、お菓子。レッツゴー。なんかすごいいっぱいあるよ。キャビアあるね、キャビア。すごい。大トロ、中トロ、赤身全部食べられます。マグロブーメランって、なんかみんな呼んでるやつかもしれない。いや、なんかあれやもんな、アイスラッガーみたいな、あのウルトラマンの頭の上の。あの解体ショーで見るやつだな。すごいよね。すごい。絶対美味しい。売ってるとこなかなかないんじゃないの。めっちゃ綺麗で、これ本マグロも。そうなんだ。だから刺身をちょこちょこ買ってもいい。あ、ええやんこれ。寿司にする。ああいいやんいいやん。え、ここの寿司全部美味しそう。バズってるのは最初なんかもうバズり始めたのは、うん、これ。うわー、これすごい。これがこの子たちが結構。なるほどね。インスタとかでバズって。この大きさちょっとびっくりするけどな。はみ出し巻きこうひっそり人気ですとか、こういうお買い得商品っていうのに、ここだけインスタ映えっていうウォーマンっていうとこなんだね。日本橋ウォーマン。なんか肉屋と魚屋と、うん、なんか同じスーパーだけど、うん、なんかね、名称があるらしくて、うん、成果はまたなんか違うもので。あ、そうなんや。そう、100で買うか寿司を買う。あー、なるほどね。そうなんです。なんか海鮮丼みたいにする。そしたら手巻き寿司とかしたいよね。あ、そうしようか。肉も美味しいし、お惣菜もさ美味しいから。そうか、じゃあもう時間かからない、うん、ここら辺の。いや、お惣菜見て。コストコだから。あ、そう。コストコみたいだけど、日本人向けのサイズ。それでもいっぱいみたい。いや、ちょっと、すごいすごいすごい、これ。何？いや、わかる、わかる。私2回目だからまだ。いろんな部位を食べ比べ。これいいな。なんかうまいね。あ、え、めっちゃあるやん。なんかね、この辺を買ったんだけど。え、ちょ、焼肉やろ？美味しかった。焼肉やろ？焼肉しよう。お惣菜はお惣菜で買ったらいいやん。見てよ、お惣菜、うん、いっぱいあるから。あ、そう。ちょっと俺スーパーでも興奮するだもん、これ。ちょっと買ってくるわって言って1時間帰ってくる。いや、ほんまやねちょっと買ってくるって1時間帰ってけへんくて、俺はもうそのうんうんとか言いながら遅いなと思ったけど。駐車場で待ってて。そうそう、全然帰ってけへんかった。わかる。うわ、これ牛タンステーキとこれ、あ、すごい、タン元の綺麗なところや。ビーフシチューしたくて。あ、ほんならもうブロック肉ちゃう。あの赤ワインとデミグラスソースを買っててずっと作ってなかった。あ、いいじゃん。なんかブロック肉で美味しいところ。どこがいいんだろう。どこでいつ。うん、そうね。あ、いいんじゃない。シチュー用や、ほら。アンガス牛さっき見たけどさ、薄切りもめちゃくちゃ美味しかった。
これ結構テンション上がるな。種類が豊富。ほら、ちょ、ちーちゃん、サムギョプサルできるよ、ほら。出た。あ、これが欲しかったんだ。あ、美味しい。絶対。これサムギョプサル絶対喜ぶわ。鉄板で。ね。うわー、これちょっとテンション上がっちゃうな。つなぎも軟骨はここら辺焼き鳥もできるか。うわー、ちょっと待って、身の。だから焼肉は焼肉で買いに来なきゃいけないね、うん、そうね、これ焼肉したいかも。焼肉は、うん、めっちゃいい。いや、もうちょっと何回か来るこれ。いや、だからもうしょっちゅう来た、しょっちゅう来たいわ。これ中トロやけど、こっちかな、刺し的に。うん、でも結構赤多めやから。牛タンサイズ、あ、これぐらいの薄さでいいかも。一人ではしゃいでる。おじさん一人ではしゃいでます。みゆさん、気になるのあった？お弁当のおかず。お弁当おかずいっぱいある。めっちゃあるね、すごい。カニクリームコロッケとか、コストコやな、ほんまに。もう完全に日本版、日本版コストコ。業務スーパーとかでもさ、めっちゃテンション上がるやん、うん、その感じよね。あんまり売ってないの売ってんな。これ、え、あ、これめっちゃうまそうやと思ったよ。これ人気。900g で899。あ、安い。作るよりいい。そうね、作るよりいいじゃん。あ、カニクリームやな。あ、コーンも買ってたね。コロッケ、コーンクリームコロッケ。どっち好きやった？うん。私もコーン乗ってきました。コーン。コーンだったらやばいよ、買いすぎ。でも私も弁当がある。ちょっとテンション上がるよね。これ借りれるみたいだから。うん、あ、そう、店内用。すごい。たこ焼きパン。緑ある。緑結構みんな買ってる。これ？ロールタコ。ああ、これベタに美味しいね。揚げても美味しいぞ。揚げたこ。安いでしょ。え、500円。これ安いわ。こちらお惣菜。すごい充実。あ、スイーツもすごいじゃん。ティラミスでっかいのある。あらら。これ一人飲みできるな。美味しそう。つくねにいっぱい買っちゃったから。つくねのこんがりチーズ、これめっちゃ好きですよ。これ人気そうだって、うん、人気そうだから買ってみます。いいですね。ぼっち。カクテル、カクテル、これいい。カクテル欲しい。2割引き。このビーフも俺一人やったら来て食ってるわ。アサリビーフだって。安い、600円でもこれ。ビーフね。安くない？安い。どうしよう。何食べよう。充実充実。季節限定のアイスクリームご用意いたしました。いいね。どうもど僕です。でも食べ物ばっかりですけど、うん、はい、やば。お肉、豚バラね。で、これがすごい綺麗だったよ、ほら、牛タン。食べそう。ガンガス牛プレミアム、これ、シチュー用ね、うん、で、これなんかいいなと思ってカネルクの明太子やねんけど、うん、そのなんちゃうの、切れてるから安くて、こんだけで580円だよ、585円。いいね、うん、カネルクの明太子おいしいよね、うん、これ名物なんだよね。そう、そうなの。これはね、ほぼ群巻き、そう、タコキムチ、そしてこれは焼き豚。これミオがすごい興奮してるな。これめっちゃでかいシューマイ。シューマイ美味しそうだよね。これめっちゃちいちゃん買ってるんだよね。カルムペンネ、これ ね、はい、これはもう豚とわが好きそうかなと思って、うん、すごいね、こんな本格的なの持ってんだ。ペンネはあるやん。お寿司ですね、あとね、サーモンお寿司。結構お素材買ったな、こちら。あ、結構買ってるね。シュリンプカクテル、うまそう。と、ソーキそば。ソーキそば。ちょっと沖縄で美味しかったから。これミユが。
そう、これはね、凍ってるキンそう、これは冷凍の、これがね、大好きなの。これ好きよね。そう、はい、そう、カレーコロッケ、コーンクリームコロッケ、なんかミユが大好きな、牛カルビマヨ、これ大好き。これ何、これ、これあ、ミユが好きなんだ。つくねっぽいやつか。ほんと美味しいの、これ。あ、そう、ミユちゃんかな、それね、ご飯が進む。うん、だー、これはね、なんか唐揚げ安くて、ちょっと食べてみたいな。そうね、うん、たこ焼きでしょ。うちあんまりたこ焼きの冷凍買うこと少ないよね。そうだね、でも、うん、あったらこれね、揚げたこ焼きめっちゃうまい。揚げたこいいね。ミチキボーン、かわいいな。これもうほんま、パパ、あのお弁当絶対入ってるよ、これ。昔のちっちゃい時、昔から絶対チキチボーン入れた。ミユのお弁当に入れてみよう。ほんまに食べたことないって言ってたから。だって小学校の時、チキボーンネタにしたら友達に言っておけたの。これね、これ何、これはなんかロピア自家製の、これがみんな結構おすすめって。これのでっかいパックが良かったんだけど全部売り切れてた、800g。 あ、そう、こっちもそう。これあ、ほんまや。そう、このロピア自社製っていうのも。あ、でも美味しそう。人気みたい。これ結構いいっす。いいよね。いいよね。でちょっと気になった、トリュフの香りのするロースハム、これもおつまみ。これ生ハム大好き。これ生ハム、え、これ食べたい。トリュフ、あ、いいね。あ、すごい。これなんかサラダ作ったらいいんだよ。これちょっとおしゃれ系、ベーコンスライス。うん、めっちゃ美味しそう。これミユがちょっとおしゃれなさ、イタリアン作ろうとしてるよ。いつもママが買わないやつをやっぱ選んでくれるね。とろけるチーズの量もエグいですよ。すごいよね。もうすぐなくなるからね。そうなの。で、これなん、これいいの。そう、なんか私見たのは黒いパッケージのやつをネットで見たんだけど、うん、なくて、これに変わったのかな、うん、あれ、ちょ、後ろで揺れてる2人が。いや、落ちるぜ。パパのアイコイコスと、オイコスがこれ、ペタマックスさ、また買っちゃってる。1回さ、やったよ、1回やったよ。これさ、今やったら7人に増えたし、で別にそんな量が大変っていうわけじゃないんだけど、うん、なんかこれ作って上にいろいろトッピングしてみんなで食べたい。うわ、よく食べる。私は食べれる気がする。全然食べれるよ、多分。だって前やったら全然楽やと思う。いや、おいしかった。一人でさ、あの、一人で何枚とか食べれるの。まあね、でも前やった時は、歌とはもうすごい食べそう。歌がまだちっちゃい、うん、歌、髪の毛クリクリだと思う。3姉妹とパパママと歌で、めっちゃ食べるよ、歌。多分全然大丈夫やったよ。これ多分足りひんぐらいやと思う。で、私、あ、これなんかドヤ顔ケチャップ、なんかこれもうさ食べてみたい。すごいよな、おにぎりがさ、こうやってケチャップ出す時代になってんだね。すごい、美味しそう。あ、それでオムライス作って、もう SNS 時代丸出しですよ、うん、これもちょっと、あの、サケルチーズですね。サケルモッツァレラ、サケル、うん。へえ。安かった、ちょっと。こんちゃんが食べたい、みんな食べたいやつ、チーズ、チーズインハンバーグです。これも美味しいから今日はその気分なの。おとみゆ大好き、ポックンミョン。そう、で、サニメンね、韓国ハマってるから。そう、こんな感じでございます。はい、これ結構さ、これ、ね、多分何十くらいしたいんだけど。あ、そう、まあ、買ったかなり爆買いしましたが、お値段の方が、3,964円。結構買った。まあ、でもママでもいつも OK で1万円ぐらい買ってる。お肉をさ、いつもまとめ買いするじゃん、うん、あ、1万いくら買ってるよ、ママ。するよね。そう、いや、やっぱりさ、一個一個が全部安くなってるから3万3,000円。え、お酒いくら、お酒、いいチコと、いいチコ998円、1,000円やん。マジで、あら、安いです、お酒も。え、これ1000円しいひんやったら、これお店で飲んでたら2杯出てるぐらいするぞ、これ。やば、そんなに入って1000円しないでしょ。こんなに入って1000円しない。よし、じゃあご飯ですね。よろしくね。ほいってことで、今回ロピア爆買い始めたもんね。はい、ね、結構店舗数あるんだっけ。コストコに続き、東京はまだそんなに10店舗とか。あ、でも10、まあでもこれからめっちゃ増えると思う。そっか、いや、マジでさ、超テンション上がった。パパがさ、珍しくテンション上がってた、うん、いや、お肉めっちゃあるし、なんか食材がさ、料理したくない食材がいっぱい、料理したくなる食材がいっぱい。すいません。なんか今度焼肉、家焼肉の時また買いに行こう。あ、そうね。
お惣菜もテンション上がったけど、パパどっちかやったらお肉の方にテンション。ねえ、お肉ね。綺麗かったね。そう、美味しそうだった。光でさ、色とかを調光としてへんかったの。してない。普通に見た色がすごい綺麗だった。なので、皆さんよかったらね、参考にしていただければいいんじゃないかと思いますので、見てみてください。はい、ということで、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。これをね。やりたかった。これを突っ込まずにはいられない。